米国ワシントン州シアトルにあった会社のレターヘッド。中央にロゴタイプ、左上に社長の氏名、右下に住所が印刷されている。レターヘッドは企業、公的機関などの組織専用の所管用紙の上部にある組織のシンボルマーク、ロゴタイプ、連絡先などが印刷された部分である。レターヘッド付き用紙自体もレターヘッドという。日本国内では 文書に押された陰影が、その文書が公式の神聖なものであることを表す役割を担ってきたが、諸外国では、レターヘッドがその役割を果たしている。署名や捺印があっても、レターヘッドがないと正式な文書として受け取ってもらえない場合もある。レターヘッド付き用紙は、組織が外部に発出する公式の書簡に使用する。書簡が2枚以上にわたる場合は、 最初の1枚のみにレターヘッドを使用する。2枚目以降は、レターヘッド付き用紙と組み合わせるために、デザインされた専用の用紙を使うか、レターヘッド付き用紙と同じ紙質の用紙を使う。会社のレターヘッド付き用紙が不正に持ち出されると、会社の印象が不正に持ち出された時と同様に、詐欺などの悪用の恐れがある。よって、レターヘッド付き用紙は、 印象と同じように厳重に管理する必要がある。レターヘッド付き用紙は各部署の責任者の管理下に置くことが適切である。企業によっては各部署の責任者に配布するレターヘッドにあらかじめ部署名、責任者名を印刷している。この場合、不正に使用されたレターヘッドを見ればその流出元の部署、責任者が判明するのでその責任者が 管理責任を問われることになる。欧米には、レターヘッドのデザインを専門とするデザイナーがいる。レターヘッドのデザインを含めた、コーポレートアイデンティティを請け負う企業もある。レターヘッドのデザインは、封筒、名刺などのデザインとともに、このような専門家に依頼するのが普通である。レターヘッドの印刷も、印刷所に発注するのが普通である。AB 染めや安政。 英文ビジネス文書完全マニュアル第2章2.9-1英文ビジネス文書完全マニュアル第2章2.9-1ビザ申請 AB 英文ビジネス文書完全マニュアル第2章2.9-16英文ビジネス文書完全マニュアル第2章 2.1AB 英文ビジネス文書完全マニュアル第2章2.45 ABC 英文ビジネス文書完全マニュアル第2章2.4 ありがとうございます。